俺の名前は持田仁志。芸術をこよなく愛し、画廊を経営する50歳だ。妻の邦子と一緒に素晴らしい作品を愛好家に届けることに奮闘している。常連客もつき、経営は順調だ。つてをたどって展示を希望する美大生なども多く、その大半を断らずに受け入れている。若い感性が呼び物となり、新しい顧客がつくことも稀ではなかった。あなた、次はどんな作品を展示しようかしら。そうだな。日本の画家で固めてみるのはどうだ。出身地ごとに並べてみるのも面白いかもしれないな。こうして夫婦で画廊の今後について話し合うのもいいコミュニケーションであり、俺たちの楽しみとなっていた。ある日、馴染みの美術商から電話がかかってきた。何でも掘り出し物があるから見に来てほしいという。この美術商とは若い頃から付き合いがあり、自身も画家を目指していたということで、目利きは確かなのだ。その彼の口調に並々ならぬ熱がこもっている。俺は二つ返事で見に行くことを了承した。邦子を乗せて車で美術商の事務所に向かい、奥の部屋に秘密に保管してある品を見せてもらった。俺は言葉にならない声を発したきり、しばらく黙り込んだ。実際、それは滅多に見ることのできない傑作だった。俺は芸術に携わる仕事の醍醐味を感じ、密かに興奮を覚えていた。これは素晴らしいな。何でも最新作なんだって。話題性も十分だ。ええ、それに国内の作家ですって。私たちが今欲しいものにぴったりじゃない。飾られていたのは大きな油絵で、迫力があり何時間でも見ていられそうな作品だ。こういった作風を好む常連客の顔がいくつも頭に浮かんだ。これ、やはりうちの画廊に置かせてもらおうか。ええ、そうね。この絵を見せてあげたいお客様がたくさんいるわ。妻も俺と同じことを考えていたようだ。俺たちの意見は即座に一致し、美術商と交渉を始めた。こちらの作品は現金のみの販売で、価格は500万円だという。これだけの作品が500万円なら安いものだ。たとえ買い手がつかなくても、画廊に置いておくだけで人々の目を引くだろう。決まりだな。俺は久々に大物の買い物に胸が鳴った。うかうかしていて、よその客に先を越されては悔やまれると、その場で購入を決めた。代金については、邦子が車に乗って少し離れた銀行まで現金を下ろしに行くこととなった。俺は美術商と別件の話をしながら、邦子の到着を待つことにした。しかし、そろそろと思われる時刻になっても、邦子は戻ってこない。美術商との話もつき、あまりに遅いので、俺は不思議に思った。銀行が混んでいるのだろうか、それとも渋滞でも起きているのか、まさか事故だろうか。あたりは日が暮れ始めており、銀行も閉まっている頃合いだろう。俺は邦子が心配になり、美術長に断って事務所の表に出てみた。この地域は時間が遅くなると人通りがほとんどなくなる。通りを見渡してみるが、それらしい車の姿は現れない。美術長の事務所の前には大きな公園があり、ここに来るときは公園の前に車を止めていた。落ち着かない気分の俺は、ふらりと公園に足を踏み入れた。ここには立派な木がいくつも植わっており、落ち着く空間だが街灯はまばらだ。冷え込みを感じられる季節で、草木に囲まれた公園は薄暗くなってきていた。おっさん、ちょっと顔貸せや。突然背後からぶっきらぼうに話しかけられ、俺は驚いて振り返った。そこにはくちゃくちゃとガムを噛みながら、こちらを睨む大柄な男が立っていたのだ。男は黒いダボっとしたシャツを着ており、衣服の裾はよれていて、だらしない印象だった。男の体重は、俺の倍ほどもあるだろうか。口調や動作も荒っぽく、あまり関わったことのない人種である。一体何の御用ですか？ジロジロ見てんじゃねえぞ、おっさん。用があるのはお前の財布だよ。財布？どうして私の財布を？お前、
あの美術商のところから出てきただろうが。金持ってるんだろう。早く出せよ。なんと単純な思考だろう。金持ってるんだろうとは何事か。美術商の事務所から出てきたからといって、必ずしも現金を持っているとは限らない。ましてその金を男に渡す筋合いは全くないのだ。冗談だと思いたいが、男の様子には迫力が感じられる。笑って済ませられるような雰囲気ではなさそうだった。どこから集まってきたのか、いつの間にやらその背後には大柄な男たちが多数身構えていた。この辺りは美術商が多くてな、お前みたいに金持ちずらした奴らがうようよしてやがる。俺はそういうのを見ると我慢ならねえんだよ。あいつら俺たちのことを見下してるんだ。お前だって俺のことをどう思っているか知れたもんじゃねえ。住む世界が違うとでも言うのか。どうせ自分は金持ちだからってのんきな贅沢三昧だろうよ。俺がそんな勘違い野郎を世間様に代わって懲らしめてやろうっていう話だよ。とんだ誤解を受けたものだ。因縁をつけられるとはこういうことだろうか。男の言葉のほとんどが決めつけと思い込みで、まるで話にならない。言いがかりに近いだろう。俺が黙っていると男の背後から、大木さん早くやっちまいましょうぜという声が上がった。俺の金を狙う男たちがうずうずしてその出番を待っているのだ。やむなく誤解を解こうと俺は口を開いた。私はこのようにごく普通の身なりをしていますし、普段の生活も質素なものですよ。あなた方に差し上げるようなお金など持ち合わせていません。美術商から出てきたのだって仕事の用事なんです。誤解しないでお引き取りいただけませんか。戸惑いを隠しながら俺は精一杯丁寧に断った。しかし大木と呼ばれた男は俺の言葉に一切納得しなかった。金持ちはみんなそうやって言い逃れをするんだ。何が美術商だ。生活に何の得もないじゃないか。そんな役に立たないものをありがたがっている奴の気が知れねえや。俺はお前があの美術商と話しているところも覗き見ていたんだよ。これ以上ごまかすな。ぐだぐだと長話をしているようなら、こっちからやっちまうぞ、こら。男たちは乱暴な本性をむき出しにして、俺に襲いかかってきた。大木の背後に控える男たちも、今だとばかりに動き始めた。ただでさえ、大柄な男たちが束になってかかってくるのだ。俺には抵抗することすらできない。まず、顔に一発入れられ、なけなしの繊維を喪失させられる。顔中にカッと熱い感覚が広がった。次に腹。肝臓のあたりだ。重い衝撃が全身に響く。たとえ屈強な男であっても、ここを決められると立っていられないことだろう。俺はたった2発で地面に倒れ込んだ。青臭い雑草の匂いが鼻をかすめた。大木は靴の先で地面を蹴りながら、つまらなさそうに言った。なんだ、もう降参か。根性のないおっさんだな。あら、財布はどこだ、出せ。俺を痛めつけるだけでは満足できないようで、やはり金を求めてくる。ですから、お渡しするようなお金はありませんって。まだ口答えするのか。もっと可愛がってもらいたいみたいだな。お前ら、お望み通りやってやる。大きな合図で、男たちは俺をサッカーボールのように扱い、ボコボコにした。数えきれないほどに、体のあちこちが痛み、顔をさすると、手に赤いものがついた。しかし俺は、こうか不幸か、本当に持ち合わせがないのだ。取引の時は、その都度銀行を利用するので、手元には必要最低限しか持たないようにしている。やがて男たちの一人が、俺の体を探り、ポケットから財布を抜き取った。大きな長財布を見て、大金が入っているとでも思ったのか、俺は口笛を鳴らした。おう、ようやく見つけたか。では、いただくぜ。大木は嬉しそうに財布の中身を覗いたが、やはり納得のいく額ではなかったようだ。数枚の札を抜き取ると、苛立ちを込めて、俺の財布を植え込みに放り投げ、大木は叫んだ。なんでこれっぽっちしか持っていないんだ。
しけたずらしやがって。そんなお前が美術商のところに出入りするのはおかしいだろう。金をどこに隠してやがる。なんならここで身ぐるみ剥いでやってもいいんだぜ。ごまかそうったって、そんな状態じゃ身動きも取れねえだろうよ。ですから、私は本当に普通の人間で。大木は舌打ちをし、私の顔にガムを吐き捨てて言い放った。つべこべ言うな。骨がバッキバキになる前に金出せ。乱暴な物言いに、俺は嫌悪感を覚えずにはいられなかった。大木が吐き出したガムも、ベタベタとまとわりついて、実に気持ちが悪い。許されるなら、きれいさっぱり解放されて、今すぐ家でシャワーを浴びたかった。体格のいい男たちが、輪になって俺を取り囲み、じりじりと距離を詰めてくる。彼らにはまだ力が有り余っているようだ。無理もない。大木はおそらく30代前半、引き連れている男たちは20代といったところだろう。自分で自分の心臓の鼓動が聞こえてくるようだ。俺は生まれて初めて命の危機を感じた。男たちが俺の衣服に手をかける。ついに俺は両手を広げ、彼らを振り払うように叫んだ。待ってください。今妻が銀行窓口で500万用意中で。男たちはピクリと反応した後、動きを止めた。大木も小さく息を漏らした。あはあ、なかなか持ってるじゃねえか。今までやったやつの中でも最高金額だな。出し惜しみしやがって。初めからそういう話をすればいいんだよ。だったら俺たちも余計な労力は使わなくて済んだって言うのに。お前だって、あと少しで命が危なかったんだぜ。その妻ってのは、ここに来るんだな。ええ、もうすぐ来るはずです。連絡を取ってみますから、それで勘弁してもらえませんか。俺はポケットからスマホを取り出したが、男たちの手ひどい攻撃によって壊れており、使い物にならない。どうした?早く連絡しろよ。いやー、スマホの方がちょっと、け、肝心な時に使えねえおっさんだな。大木は露骨に不機嫌な表情を見せ、鼻息を荒くした。絶体絶命かと思われた時、遠くから車のエンジン音が聞こえてきたのだ。まあ、あなた、一体どうしたの?俺を見つけた邦子がこちらに駆け寄ってきた。公園の前に車を止めようとした邦子は、見慣れない大柄な男たちの輪の中に俺がいることに驚いたらしい。邦子、危ない、こちらへ来るな。なんだ、あれがお待ちかねの奥様か。邦子の目から見ても今の俺が大変なことになっているのはわかるはずだ。しかし彼女は恐れることなく男たちの輪の中に飛び込んできた。頼む邦子、お前だけでも逃げてくれ。俺の焦りとは裏腹に落ち着き払った邦子が後面に面した道を見渡して片手を上げると、木々の隙間を縫っておびただしい数の高級車が公園に侵入してきた。俺は何事かと目を丸くしたが、大木などはさらに驚いて腰を抜かし、その場に大きな尻餅をついた。実に間抜けで無様な姿だった。これでは子分にも示しがつかないことだろう。案の定子分たちは慌てた。隙を見て俺を助け起こそうとする邦子に小さくつぶやく。あれをやったのか。邦子は当然と言った様子で微笑んだ。ええ、そうよ。こんなこともあろうかと思ってね。巨体ヤクザを目の当たりにしても、まるでひるんではいないようだ。我が妻ながら、堂々とした様子が頼もしい。海鮮山鮮の美術商としての難しい取引をしている彼女にとって、このような事態でも慌てるには及ばないようだ。大木は巨体が邪魔をして、なかなか立ち上がれないらしく、こちらに張ってきて尋ねた。肩が大きく上下し、息が上がっている。おい、これは一体なんだ?ババア一人が戻ってくるんじゃないのか?俺と違って無傷の邦子は、背筋をちゃんと伸ばして答える。おあいにく様、当てが外れたかしら?くそ、何が何だかわからねえ。大木は激しく混乱しているようだ。周囲の車を前に目を白黒させている。邦子は先ほどと同じように片手を上げた。すると車から黒ずくめの男が続々と降り立ってきたのだ。その数は波のものではなかった。ざっと70名ほどいるだろうか。彼らは見事に統率が取れており、よく見ると停車している数々の高級車は大木たちの逃げ道を完全に塞いでいた。
広い公園をびっしりと埋め尽くす高級車は異様な雰囲気を放っている。夕闇が差し迫った中でもその迫力は少しも失われない。やがて黒ずくめの男のうちの何人かが俺に近づいてきて手当てをしてくれた。傷の状態を見てもらい、心配ないと声をかけられて、ようやく俺は少し落ち着きを取り戻すことができた。皆さんが来てくれたから安心できるわね。国子も俺の様子を見て、ほっと胸をなで下ろす。ああ、助かるよ。それにしてもすごい数だな。無茶をしたんじゃないのか。大丈夫よ。組長さんが遠慮なくやってくれって言ってくれたから。やはり組長の差し金だったのだ。実は俺たちの画廊の常連に、とある大きな組の組長がいる。組長は俺たちのことを心から応援してくれており、いつでも助けると言ってくれていた。今回、大きな取引で現金を持ち運ぶ役目を担った国子は、護衛を頼んだらしい。国子の頼みに対しやってきたのは、組長を率いる総勢70名。あまりの大所帯に道は混雑し、こちらに戻ってくるのが遅くなったようだ。360度どこを見回しても、隙のないこわもての男がこちらをじっと見つめている。尋常ではない光景がそこに広がっていて、俺は思わず身震いをした。こんな数の人間を動かせるなんて、お前ら何者だ。言ったじゃないですか。真面目に商売している一般人ですよ。嘘をつけ、そんなバカな。その時、大木の背後から中年男性ののぶとい声が響いた。持田さんに何の用かな。誰だお前。現れたのは、まさしく今話題にしていた組長だった。ただごとではない状況なのは明らかだが、ボロボロになって手当てを受けている俺を見て、組長は全てを察したようだ。組長は大木に向かって大声で詰めていった。お前、なんてことをしているんだ。このやり口は仇じゃないな。持田さんにひどいことをしやがって、組の名と自分の名を名乗れ。大木は精一杯虚勢を張って名乗ったものの、その手のひらが震えている。震えを抑えようと、肉厚の手を握り直すのまで、はっきりと見て取れた。おお、お前あの組のものか。実にくだらん。全く少年が治っていないようだな。先日俺が懲らしめてやったというのに、まだこんなゲスな真似をしているとは、揃いも揃ってバカばっかりか。どうやら、大木の所属する組は、組長と敵対関係にあるところだし、過去に一悶着はあったようだ。肉々しげに吐き捨てる組長の剣幕に、今度こそ大木は震え上がった。いえ、これは組の仕事ではなくて、俺たちが個人的に。おお、いい度胸だな。それではなおさら構うことはない。お前ら、この大群から逃げられるかな。その言葉を合図に、黒い軍団が大木たちの元に駆け寄った。公園の乾いた地面から、もうもうと土ぼこりが上がり、見る間に彼らの姿を覆っていった。俺をひどく痛めつけた巨体の大木たちとはいえども、さすがにこの数にかなうはずはない。多数の高級車で形作られた輪の中は、文字通り大乱闘となった。輪の中心からは、男たちの掛け声や悲鳴が絶え間なく漏れ聞こえてくる。組長、こんなに派手にやって大丈夫なんですか？心配しないでください。私も素人じゃないんだ。下手は打ちませんよ。俺は組長の言葉にうなずいた。もとよりここは人手の少ない土地だ。あたりの店は閉まり始めており、すっかり暗くなって目撃者も全くいない。公園は瞬く間に決闘の舞台となっており、男たちは縦横無尽に動き回った。組長を率いる軍団の動作は、大木たちの何倍も鋭く、的確で効果的なものだった。大木たちはみるみる追い詰められ、一人また一人と倒されていったのだ。大木は最後まで踏ん張っていたが、グループのリーダー格と見抜かれて、特に厳しく扱われた。その様子は見ていて痛快なほどで、俺は自分の怪我も忘れて彼らに見入った。ほどなくして土ぼこりが収まり始め、傷一つない黒ずくめの集団と、一塊の山となったヤクザたちの巨体が現れた。大きな車の前に寝そべる力尽きた巨体ヤクザたちの光景は壮観だった。
黒い軍団は、ただ数が多いだけでなく、すごい戦闘力を持っているようだ。この状況で誰一人乱れることなく、大仕事をやってのけたのだ。彼らの前では、巨体ヤクザたちは、数だけでなく力でもかなわないのだと、一目で分かった。もはや立ち向かう気力も失い、巨体ヤクザたちはだらしなくへばっている。大木も少しずつ動きがのろくなり、やがてその場にへたり込んだ。ついに力尽きたらしい。ふくよかな方は、汗と汚れでげっそりして見え、先ほどまでとはまるで別人のようだ。一方、黒い軍団は涼しい顔をしており、まるで疲労が乱れない。彼らにとっては、巨体ヤクザの集団を倒すことなど、朝飯前だと言いたげな様子だった。やがて、大木たちを中心として、黒い集団の輪が、一回りに小さくなった。組長は、ヘトヘトになっているヤクザたちを、容赦なく地面に正座させた。では、改めて聞こう。お前らこちらの持田さんから、金を取ろうとしたんだな。へい、そうです。ああ、認めるか。手当てした組員に聞いたが、持田さんの怪我は、かなりのものだ。命に別状がないとはいえ、見過ごしにできるものではない。さてはお前ら、こういったことは初めてではないだろう。冷静でありながら、有無を言わさぬ組長の様子を恐れて、大木は縮こまった。へい、今までもこの辺りで同じことをやってました。見ず知らずの人に因縁をつけていたというのか。組長の表情が一段と険しくなる。俺の怪我に対して腹を立ててくれているのだ。誰も彼もってわけじゃありませんよ。俺が相手にしてたのはこういう人間だけです。金持ち衆を振りまいて、絵だのなんだのと道楽に浸ってやがる。こういう人種を見ているとイライラしてくるんですよ。あなたならわかるでしょう。俺たちが汗水垂らして働いてるのって不公平じゃないですか。お前たちのどこが汗水垂らしてるって言うんだ。お前たちは他人の稼ぎを当てにしたただのチンピラじゃないか。大木はぐっと言葉に詰まった。自分でも薄々そう思っているところがあったのだろう。それでもこいつらはやっぱり許せませんよ。絵を買う金だって何をして稼いだのかわからねえ。ふざけるな。何をして稼いだかわからないのはお前たちの方だろう。今までどれだけの人を犠牲にした。さあ何人やったかな。覚えていないほどやったんだな。巻き上げた金を何に使った。それもいちいち覚えていませんよ。パーッと飲んで、あとは山分けです。俺は酒や女に使ってましたけど。ろくでもないことをしやがって。それで通報はされなかったのか。されてませんね。そんなヘマはしませんよ。相手は完膚なきまでに叩きのめしてはありますし、通報したらもっと痛い目に遭う。命はないと思えと、たっぷり脅しましたから。大木の告白に、組長は地団駄を踏む勢いで、怒りはあらわにした。実に卑劣で、けしからん行為だ。確かにこの地域には美術商が集まっている。当然絵を求めて金を持ってくる客もたくさんいるだろう。そこを狙って犯行を繰り返すなんて、ヤクザといえども見境なくひどいことをしたもんだ。組長の本気の怒りに心を打たれ、俺も思わず口を出した。おっしゃる通りです。私だって扱うものは高額ですが、普段は普通の暮らしをしています。この人たちにだってはっきりそう言いました。なのに彼らは聞く耳を持たず、この辺りを歩いている人間は金持ちだろうと決めつけて、力ずくで有金全部奪おうとしてきたんです。金を取られ、財布を投げ捨てられました。現実には、画廊の経営なんて厳しいところがほとんどです。そんな中で、善良に努力している人たちを傷つけるなんて、同じ人間のすることとは思えません。組長は深くうなずく。彼も画廊の事情には十分通じているのだ。そうだ。厳しい状況の中で、人々に良質の芸術を提供しようとしている人たちを食い物にするなんて許せない。傷つけて金を巻き上げるだと、野蛮な行為だ。どうやったらそんな悪質なことを思いつくんだ。大木は組長の話に圧倒され、反論できなくなった。肌寒くなってきたというのに、その額からはだらだらと油汗が流れている。ひどい話だ。
今日ここに来てみて正解だったよ。お前らみたいなクズに俺の愛する芸術をダメにされてはたまらんからな。金輪際このようなことをしないと。今ここで誓え。組長は大木の顔ギリギリまで自分の顔を近づけ怒鳴り散らした。大木は深く頭を下げ、ちょうど土下座のような体勢をとった。すみませんでした。もう二度とやりませんからお許しください。ほらお前たちも頭を下げろ。大木は周囲の子分たちの頭を乱暴に押さえ込み、巨体ヤクザたちは全員が土下座した。ヤクザたちを見下ろして息をつく組長に、邦子が歩み寄り何事かを耳打ちした。表情を変えずにその話を聞いた組長は、あたりの黒い軍団に片手を挙げて合図をした。いいだろう、ここまでだ。組長の一言で黒ずくめの男たちは一斉に車に乗り込み、蜘蛛の子を散らすように走り去った。その間わずか数秒、嘘のように男たちは姿を消した。これに救われたような顔を見せたのは大木たちだ。組長たちがいなくなり解放されたような気分になったことだろう。正座で痺れた足を持て余しつつ腰を浮かせた大木が言った。いて、お前ら立てるか、俺らもずらかるぞ。巨体ヤクザたちはふらつきながら立ち上がり、情けない足取りで逃げようとした。しかし黒い軍団の車のエンジン音と入れ替わりに新たなエンジン音が聞こえてきたのだ。しかもどうやら1台や2台ではないらしい。人通りの少ないこの地域でこんなに騒がしいことは珍しい。キョロキョロと周囲を伺う大木たちと同じように俺も辺りを見回した。そこにやってきたのは我が目を疑うような大量のパトカーだった。パトカーは公園の前に整列するように停車し、その中からこれまた多数の男たちが駆け寄ってきたのだ。なんだこれ、どういうことだ。おいおっさん、まさかお前通報したのか。俺のことを疑って大木はこちらを睨みつけた。私は何もしてませんよ。あなたたちの攻撃によって私のスマホは壊れました。その様子はあなたもはっきり見たでしょう。だったらこの状況は何と説明するんだ。さあね。俺は笑ってごまかした。俺にはわかっている。通報したのは邦子に違いない。乱闘の時姿が見えなくて心配していたが、おそらくその場を離れて電話をかけたのだろう。隣を見るといつの間にか戻ってきている邦子がにっこりと笑っていた。彼女はこっそり通報した上で、組長たちには捜査の手が及ばないように耳打ちをして黒い軍団を逃がしたのだ。ついでに美術長にも事情を説明しておいたわよ。あの作品取り置きしてもらえるって。彼女の冷静さと手回しの良さには驚かされる。やはり度胸が座っているのだろう。まもなく警官が辺りを取り囲んだ。まったく今日はいろいろな男たちに取り囲まれる日だ。今の俺はようやく自分の運のなさを嘆く程度の余裕を取り戻していた。おとなしく従えという警察官の命令に大木は両手を挙げて降参した。今度こそ抵抗しても無駄だとはっきり分かったようだ。警察官は大木たちの行く手を塞ぎつつ、一人ずつ素早く体の自由を奪い確保した。俺に絡んできた時はすごい圧力だったんだ。まさかこの短い時間でこいつらの立場がこんなにも悪くなるとは想像できなかったよ。当然のことよ。それだけ悪いことをしたんだから、きちんと罰を受ければいいわ。邦子が目くばせをした。視線の先に一人の警察官が立っている。騒ぎですっかり忘れていたが、俺の体は傷だらけでひどいありさまなのだ。怪我のことを思い出すと、途端に体中が痛み始めた。警察官は病院に付き添うから検査を受けるようにと言ってくれた。医師の診断を受けて俺の被害は証明された。大木たちは現行犯で逮捕されたらしい。大木たちの怪我の大きさに警察官は首をかしげていたが、途中から大木たちが仲間割れを始めたのだと言ってなんとか切り抜けた。それに70名もの黒い軍団がやってきて大木たちをボコボコにしたなんて話の方がかえって信じてもらえないことだろう。俺自身あの光景をうまく説明する自信がない。ヤクザである大木たちだって他のヤクザにやられたなんて恥は口にできないことだろう。大木たちは罪を償うこととなり、
美術商の地域には平和が戻った。治安が良くなったことで客足も増えているという。今までよりも売り上げが伸びたと美術商は教えてくれた。これからはライバルに先を越されないようますます目を光らせて名作を手に入れなければならないだろう。厳しいことのようだが、芸術を愛する俺にとってそれは嬉しい悲鳴だった。後日、あの日に契約した絵が俺たちの画廊にやってきた。その出来はやはり素晴らしいもので、画廊の雰囲気を塗り替えてしまうほどの迫力があった。俺はその絵が自分の空間に収まったことが嬉しくて、一晩絵の前で眠らずに過ごしたほどだ。いくら眺めていても飽きず、どんどんインスピレーションの湧いてくる不思議な作品だった。井の一番にその絵を見に来てくれたのが組長だ。組長は作品に向き合うと静かにため息を漏らした。いや、これは素晴らしい傑作ですね。もう少し家が広かったら私が買い取りたいんだが。好きなだけ眺めていってください。この絵が無事手に入ったのもあなたのおかげです。その説はありがとうございました。あなたは命の恩人ですよ。こちらこそお役に立てて嬉しいよ。そしてこんないいものを見せてもらえるなんてね。俺と組長の間には無事絵を手にすることができた連帯感のようなものが漂っていた。あのようなことがあり、共に困難を乗り越えたような感覚があったのだ。その絵はすぐに買い手がつき、俺は多額の売り上げを手にした。あの絵を手放すのは惜しかったが、作品を手元に置きたいと心から願う人の元に届いたことには満足している。命がけで名作を手に入れたことで美術商ともさらに交流が深まった。俺はこの件を今後の糧にしてさらなる名作を探して活動していこうと思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。